ケルビン・アントニオ・デラ・クルーズは、ドミニカ共和国ラベガ州コンセプシオンデラベガ出身のプロ野球選手。左投げ左打。2016年現在は、独立リーグアトランティックリーグのランカスター、バーン・ストーマーズに所属。2004年12月8日にクリーブランド・インディアンスと契約。2006年、ルーキー級、ガルフ・コーストリーグ・インディアンスでプロデビュー。9試合に登板し、 1>, 1勝2敗、防御率10.98だった。2007年は、ルーキー級、ガルフコーストリーグで3試合に登板。7月に A-9、マホニングバレースクラッパーズへ昇格。12試合に登板し、2勝4敗、防御率3.98だった。2008年は、A 級、レイクカウンティキャプテンズ、AA 級、アクロンエアロズ、A 級キンストンインディアンスでプレー。 A 級、レイクカウンティでは18試合に登板し、8勝4敗、防御率1.69だった。2009年は、A 級キンストンで6試合に登板し、2勝2敗、防御率1.50だった。下記には、ルーキー級アリゾナリーグインディアンスでプレー。3試合に登板し、0勝2敗、防御率9.39だった。11月20日に40人枠入りを果たした。 2010年3月15日に AA 級アクロンへ移動20試合に登板し5勝6敗防御率5.77だった2011年3月7日にインディアンスと1年契約に合意3月11日に AA 級アクロンへ移動した23試合に登板し5勝6敗にセーブ防御率4.19だった二千十二年二月十四日に KC ーーコッチマンを40人枠に入れるため、ディーフとなった。21日にテキサスレンジャーズに金銭トレードで移籍したが、3月15日に金銭トレードでインディアンスに復帰した。21日にリック・バンデンハークの加入に伴い、ディーフとなった。23日にデトロイト・タイガースへウェイバーで移籍した。結局、この年は、 AA のエリー・シー・ウルブズで30試合に登板した。11月21日に、ロサンゼルス・ドジャースとマイナー契約を結んだ。2013年は、AA 級チャタヌーがルックアウツで開幕を迎え、4月に、トリプ AA、A、級アルバカーキ・アイソトープスへ昇格した。トリプ AA 級では47試合に登板し、3勝1敗、7セーブ、防御率2.89だった。 11月5日に FA となり、11月18日にボルチモアオリオールズと1年契約を結んだ。2014年3月22日にリーフとなり、3月25日にトリプル A 級のオーフォークタイズへ降格した。オフに FA となる。2015年はメキシカンリーグのキンタナロータイガースと契約するが、6月2日に解雇となる。11日に ラグナカウボーイズと契約するが、1試合の当番で18日に解雇となる。2016年4月8日に、独立リーグアトランティックリーグのヨークレボリューションと契約。6月16日にトレードで、独立リーグアトランティックリーグのランカスター、バーンストーマーズに移籍ありがとうございます。